やはり来たか、ゴリアテの虐殺王よ。今こそ、ゲーカの仇を討ってやる。覚悟するがよい。上にいるアーチャーが邪魔だな。あいつらを何とかしないと城壁に近づけないぜ。Thank you.
怖いな。公爵の援助なしでここまでやるとはな。援軍はまだか。オブデロード卿は何をしておいでなのだ。バトス、スーキキョウ、万歳。我ら、ガルガスタン王国に栄光あれ。なぜですか、ニバス様。我々にはもう行き場はございません。ここを死地として皆と共に最後まで戦いましょう。それが我々に課せられた使命です。まだわからないんですか、あなたは。私の目的はウォルスタ軍との戦いではないのです。バルバトス枢機卿が死に、幼いコリタニ公もかの者の手に渡った今、王国の再興は不可能。されど我々は研究を完成させねばなりません。それこそが我々に課せられた使命なんですよ。ならば、娘として父ニバスに問う。母上や姉上の敵を討ちたいとは思いませぬか。今この城を攻めているデニムこそ我らの母と姉を殺した憎き相手。父上はその敵を前にして逃げるというのですか。何もせずにこのまま逃げると。私は悔しい。あなたも困った娘ですね。なんだ、まだこの城にいたのか、オブデロード卿。早くしないと脱出の機を失うぞ。これはローゼンバッハ将軍、お恥ずかしいところを見られましたな。気にすることはない。なあ、クレシダよ、父上と共にこの城から出てはくれぬか。そんな何を仰せになりますか。私も閣下と共にここで死ぬ覚悟はできております。バカなことを申すな。死ぬのは我々だけでよい。しかし、ゲイカはオブデロード卿の研究に我々ガルガスタンの未来を見ておいでであった。今は不完全かもしれぬが、将来は人々の生活になくてはならぬ至宝の秘術になると。どうやら我々は恨みを買いすぎたようだ。私はその席を追わねばならぬ。だがキコーラは生き延びて、その秘術を完成させる役目が残っている。
それこそ亡きゲイカが、いや我々が切望することなのだ。秘術を完成させ、それが民に与える宝であり幸であったことを証明してほしい。クレシダよ、父上と行け。貴公のために盾となったヘクターのためにも。カッカ、頼むぞオブデロード卿。無事に生き延び、秘術を我々の遺産とせよ。しかと心得ました。クレシダよ、息災でな、いつの日か我らの名誉と誇りを継ぐ子を産み、ガルガスタン王国の栄光と砂鉄を語ってやってくれ。閣下、ご分を。